九東京は中華人民共和国の長江本流に位置する郷国。不を清涼協と並び三協を構成する。別名は協。九東京は三協の最も上流にあり、西は重慶市宝摂圏の白邸城から、東は重慶市府山形の大谷陣までの区間である。四川盆地の東部では東西方向に伸びる。 細長い終局山脈が多数平行に走っているが、その山脈の内高さ1000メートルを超える一本を長江本流が北西から東南へ貫通するところが九東京である。全長は8キロメートルと三峡の他の峡谷に比べると際立って短いが、その川幅は三峡の中で最も狭く、風景の雄大さは三峡の中でも際立っている。九東橋では、 長江の幅は広いところで150メートルを超えず、狭いところでは100メートルにもならない。この狭い川の北側には赤鉱山、南側には白円山があり、その高さは川もから1200メートルに達し、間を通る船を圧迫するような休憩者がそびえ立っている。赤鉱、白塩の霊山に囲まれた門のような部分を門と呼ぶが門殿下遊として、 その雄大さは称えられていて、中国の十元諸兵の裏側に図柄としても使われている。門殿下遊白帝城付近次郎病次郎帝城は、長江の北岸にある城で、諸区の劉備が没した地でもある。山形を長江からの高い崖に、残りを山に面する白帝城は、三峡の入り口を抑える要害の地である。頂上には、白帝病が立つ。現在は、三ダムの蓄水により、 四方とも長江に面する島になっており、白定城へ登る長江からの階段も半分は水没した。分け壁垣は長江南岸の白円山側にある白い石灰岩の崖で九東京の入り口にあたり、岩には門殿下遊と刻まれている。その他多くの書からによる文字が刻まれ、最古のものは早朝にまで遡る。白円山の断崖には川に向かって、 四角い穴が多く開いている。深さ1メートルほどの穴はほぼ1メートルごとに開けられており、崖の面を野のの字に登っている。これは、毛う架け橋と言われ、山橋の断崖沿いに歩くための橋ごみちを断崖に設置するために開けられたものであった。穴には柱が刺され、断崖から突き出た柱を階段のように使って登ることができたが、この柱は現存せず穴だけが残っている。 断崖を登るように設置された梯子の行き先については、断崖の上に城壁のようなものが残っていることから、城から川へ降りるためのものではないかと推測されている。伝説では、北宗時代の武将、毛梁が作った穴とされる。毛梁は五代十国時代の五官から北宗にかけて活躍した幼魚という武将の部下であった。幼魚は戦いに敗れ死んだ後、この地に葬られたが、 毛領はその亡きを取り戻して、陽家の故郷に埋葬しようとして、夜中に断崖に穴を開け、はしごを作り登り始めた。崖の上にいた僧が、毛領が登ってくるのを見て、鳥の鳴き真似をすると、毛領は朝になったとか。後に、毛領はこの僧を、付近の崖から逆さ釣りにしたが、それが、唐釣りを小石という石になったとされる。唐釣りを小石は、断崖から垂れ下がった。 小乳石である。門、角武市両橋小屋等釣りを小石の近くには多くの洞窟が開き、そこから垂れる水が小乳石を形成している。その中に10メートルほどの長さの方法に似た岩があり、周囲の苔や竹はその羽毛のように見える。岩からは水が流れているが、この岩は方法線と呼ばれる。川沿いには古く狭い山道があるが、 これは前漢から20世紀半ばまで維持されていたもので、元は長江を下った船をもう一度上流に戻す際に、人足が縄で船を引きながら断崖沿いに歩くために作られた引き船道である。山道は高い位置に作られたため、ダムの建設により水位が上昇した今でも見ることができる。その他の見どころには7、道門、風箱橋、西遊、餅月峰などがある。 風馬故橋は北岸側の赤鉱山の断崖に多数の穴が開いている場所で洞窟の中には古代の少数民族が置いた棺があり多数の副葬品が見つかっているこうした崖の上の穴の中に死者を葬る習慣は南中国各地にあったらしく玄関と呼ばれるまたこの付近の大谷では紀元前5000年から紀元前3000年にかけての新石器時代の文化 大谷文化の遺跡が発見されている。ありがとうございます。